マノンフリールは、オランダの女子バレーボール選手。オーファー・アイセル州のニーウル選手出身。ポジションはオポジット。オランダ代表。TV 局がつけた異名は、魅惑のポニーテール、バレーボール界のシャラポワである。8歳に、母親の手ほどきでバレーボールを始める。国内の大会では、いつも良い成績を収めていた。2001年に、オランダ代表入りを果たす。 2002年世界選手権、2003年ワールドグランプリに出場した。オポジットとして2005年のワールドグランプリ、2006年の世界選手権などでオランダ躍進の原動力として活躍した。全身を躍動させて打つ強烈なジャンプサーブを持ち、2007年ワールドグランプリの初優勝に貢献し、MVP を獲得、2009年ワールドグランプリでは、 ベストスコアラーとベストサーバーを獲得した。同年の欧州選手権では MVP を獲得した。2011年7月、トーレアローズと契約を締結し、同年10月に入団した。2011から12プレミアリーグでは、怪我により思うようなプレーができなかったが、中盤戦では、高い攻撃力で勝利に貢献し、同シーズンの優勝を果たした。 2012年4月に退団。2012から13シーズンより、アゼルバイジャンリーグのアゼルレールバクルへ移籍し、欧州チャンピオンズリーグなどで活躍している。2013年のワールドグランプリ、2014年にイタリアで開催された世界選手権に出場した。2014から15シーズンより、中国リーグの復権に移籍した。ありがとうございます。